こんにちは。今日の講義は書籍、たった5日間で上がり症、話し下手でもいいスピーチができる朝礼、会議、プレゼン、営業で使える話し方のコツについてです。人前で話すことは誰もが経験しますが、多くの人がそれを苦手としています。しかしこの本は上がり症や話し下手を克服する方法を教えてくれます。上がりは決して悪いことではなく、むしろいいスピーチをするための味方なのです。適度な緊張は必要不可欠なのです。本書の著者は若い頃、人前で話すとしどろもどろになり、頭が真っ白になり、膝がガクガクし、顔が赤くなるといった経験をしていました。しかし上がりをコントロールする方法を身につけることで、研修講師として20万人を指導するまでになりました。上がりをコントロールするには、まずストレス度を管理することが重要です。長嶋茂雄のストレスコントロール法では、重心を下げたり、膝を曲げて腰を下げたり、視線の動かし方を工夫したりすることで上がりを和らげることができます。さらに保険をかけること、自信を持つこと、ハードルを下げることでいい上がりを手に入れられます。スピーチの内容については、状況に合わせてベストなものを選ぶ必要があります。朝礼ではエピソードアプローチで聴衆の期待を持たせ、会議では失敗発言に気をつけ、プレゼンでは大人数の前で話す際の注意点を守ります。有名人のスピーチから学ぶこともできます。スティーブ・ジョブズは変化球を使い、まとめで3回繰り返していました。ドナルド・トランプは加圧アクションも欠かせず、マイケル・サンデルは質問で聴衆を巻き込みました。孫正義のようにスピーチ能力を高める習慣を身につけることも大切です。いい話をするには何を話すかが重要です。事実から入るスピーチ、 SDS 構成、昔話構成など、さまざまな構成方法があります。自分の得意な話に引き込んだり、完全に話さなくてもよかったり、相手の言葉を繰り返したりするテクニックも効果的です。一人リハーサルを行い、話すチャンスを自ら求めることで、さらにスキルアップできます。この本を読むことで、人前で話すことへの恐れや不安から解放されるでしょう。上がり症や話し下手は、適切な方法を学べば克服できます。まず、上がりは決して悪いことではないと認識を改めることが大切です。適度な緊張は、いいスピーチをするための必要条件なのです。本書の著者自身も、若い頃はひどく上がってしまい、しどろもどろになったり、頭が真っ白になったり、体が硬直したりしていました。しかし、上がりをコントロールする方法を身につけることで、研修講師として20万人以上を指導する立場になれたのです。上がりをコントロールするには、まずストレス度を管理することが不可欠です。長嶋茂雄の方法では、重心を下げたり、膝を曲げて腰を下げたり、視線の動かし方を工夫したりすることで上がりを和らげることができます。さらに保険をかけること、自信を持つこと、ハードルを下げることでいい上がり、つまり適度な緊張状態を手に入れられるのです。スピーチの内容作りも重要なポイントです。状況に合わせてベストなアプローチを選ぶ必要があります。朝礼ではエピソードアプローチで聴衆の期待を持たせ、会議では失敗発言に気をつけ、プレゼンでは大人数の前で話す際の注意点を守ります。有名人のスピーチから学ぶこともできます。スティーブ・ジョブズは変化球を使い、まとめで3回繰り返していました。ドナルド・トランプは加圧アクションも欠かせず、マイケル・サンデルは質問で聴衆を巻き込みました。孫正義のようにスピーチ能力を高める習慣を身につけることも大切です。話の構成方法にも様々なパターンがあります。事実から入るスピーチ、 SDS 構成、昔話構成など、目的に合わせて使い分けましょう。自分の得意な話に引き込んだり、完全に話さなくてもよかったり、相手の言葉を繰り返したりするテクニックも効果的です。一人リハーサルを行い、話すチャンスを自ら求めることでさらにスキルアップできます。そして本番で上がってしまった場合でも対処法があります。突然の上がりを撃退する方法や、上がらない姿勢を身につける方法などを学べば、いざという時も安心です。頭の良い人ほど上がりやすいと言われますが、上がり解消の秘策を知っていればそれを克服できるはずです。スピーチの成功失敗に関わらず、必ず分析することが大切です。
自分の課題を見つけ、次に活かせばスピーチ力は確実に上がっていきます。この本のメソッドを実践すれば、あがり症や話し下手から解放され、人前で堂々と話せるようになるでしょう。自信を持って話せば、聴衆から感動の言葉をもらえるかもしれません。あがりに感謝、ありがとうと実感できる日が来るはずです。人前で話すことは誰もが一度は経験するでしょう。学生時代の発表から、社会人になってからの会議や打ち合わせ、時には大勢の前でのスピーチなど、さまざまな場面で求められます。しかし、多くの人がそれを苦手としています。私自身も若い頃は、人前で話すとすごく緊張してしまい、言葉が出てこなかったり、体が硬直したりと本当に苦労しました。そんな経験から、私はあがり症や話し下手は誰にでもあるごく自然な反応だと考えるようになりました。大勢の人の視線が自分に注がれるのですから、緊張しないわけがありません。問題は、その上がりをどう上手にコントロールできるかだと思います。適度な上がり、つまり緊張感は、かえって集中力を高め、いいパフォーマンスにつながります。プロの俳優やアスリートも、舞台や試合前は必ず上がっているはずです。大切なのは、その上がりを過剰なストレスに走らせないことです。上がりをコントロールする方法は、実は意外と簡単なものがあります。まず、自分の体の状態を意識することです。重心を下げたり、腰を落ち着かせたり、呼吸を整えたりすることで、不要な緊張をリセットできます。また、視線の動かし方を工夫したり、聴衆を味方につけるような話し方をすれば、徐々に上がりは和らいでいきます。話の内容作りも重要です。自分の経験に基づいたエピソードを交えたり、聴衆に質問を投げかけて巻き込んだりすれば、一方的な話し手から双方向のコミュニケーターへと変わります。そうすれば、話し手と聴衆の距離が縮まり、話しやすくなるはずです。有名人の話し方から学ぶこともできます。スティーブ・ジョブズは変化に富んだ話し方で聴衆を引きつけ、ドナルド・トランプは強い言葉で相手を押さえつけ、マイケル・サンデルは問いかけで対話を生み出していました。こうした手法を参考にしながら、自分なりのスタイルを確立していけば良いでしょう。話の構成も大切です。事実から話を立ち上げるか、昔話のように聴衆の共感を誘うかなど、目的に合わせて使い分ける必要があります。完全に話さなくても良いし、相手の言葉をうまく活用することで、会話に近い雰囲気を出せば緊張も和らぐはずです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、知的な面だけでなく、体の健康も人生を豊かにする大きな要素だからです。食生活や運動習慣が良くないと、いくら頭が良くても活力が出ず、パフォーマンスが低下してしまいます。そこで、ダイエットや健康管理に特化した需要なサービスをご紹介します。それがライザップの結果にコミットプライベートジムです。このプログラムは、専属トレーナーによる完全マンツーマントレーニングが受けられます。トレーナーは食生活やメンタルの管理もサポートしてくれるので、単なる運動指導に止まりません。30日間の無条件全額返金保証もあり、安心して始められます。トレーニングは1日50分、週2回と無理のないペースです。完全個室のプライベート空間なので、人目を気にせず集中できます。事前の無料カウンセリングで、自分に合ったプログラムを組んでもらえます。何がいいかというと、マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめだということです。一人一人に合わせたあなた専用のプログラムを作ってくれるので、モチベーションが続きやすいのです。さらに、無理な食事制限なしなので、健康的に痩せられます。リバウンドしにくい理想の体を手に入れられるでしょう。テレビ CM で話題になった結果にコミットするというコンセプトそのままに、確実な結果が期待できます。ダイエットだけでなく、総合的な健康管理も重視されているのが特徴です。トレーナーが食生活の改善からメンタルの指導までサポートしてくれるので、単に痩せるだけでなく、健やかな体作りができます。美しく健康的な体は、活力ある人生を送る上で必須の要素です。ストレス社会で疲れがちな現代人には、このようなパーソナルなサポートが頼もしい存在と言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。
以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。